キチャンネル。こんにちは。野球選手にとっては、はい、ちょっとドキドキする時期だと思うんですよ。いや、めっちゃドキドキする時期ですね。やっぱそうですよね、この時期ね、はい。まあ、まず一番最初は、うん、戦力外になるかどうかのドキドキ感がありますよ ね、 はい、うん、でその次に来るドキドキですよね、はい、はい、そうですね、来ましたね、はい、もうちょこちょこ始まってますけど、はい、大物はこれからですね、はい、契約更改っていうね、何年経っても1年で 1,2 を争うぐらいドキドキします、ね、あ、やっぱそうなんですね。開幕戦か、はい、契約更改ですね。へえ、ちょっとドキドキするの。え、そんな位置づけですか。うん、でもどうやって年俸とか決まるか知りたくないですか。契約更改ってね、うん、めっちゃ難しいんですよ。選手は1円でも高く僕を買ってほしいですよね、はい、でも球団は1円でも安く選手を雇いたいですよね、はい、この攻防が難しいですよね。予算って決まってるんですか、選手にはこれだけだとか。仮にですよ、選手の年俸は総額25億円までっていう、はい、っていうチームとしての予算があれば、その中で上がり下がりするんで、はい、1人が上がったらもう1個上げれないですよね、はい、予算超えれないんで、うん、だそこが決まってるとことフリープランとかもあるんで、はい、それはもうチームのよって変わりますよね。あ、まあそうか。だからフリープランの方が強いですよね。そうですよね。まあ上がすごい上がる人もいれば、別に下がんなくて済む人もいるわけですよね。はい、決まってたら上がる人がいれば必ず下がる人がいる。それでプラスマイナスゼロにしなきゃいけないんで、うん、契約更改の時ってこう話し合う相手じゃないですか、はい、あれって何してるんですか。一番少ないパターンは1対2です、はい、初期と編成部長とかもう2人ですね、はい、2軍の選手とかもう言う意見もない、はい、活躍してない人は飲むしかない人、人はもう1対2です、うん、多い時は1対5ですね。へえ。社長、本部長、査定、初期とかなんかいっぱいいます。へえ。僕はもう多ければ多いほど嬉しいですけどね。数が多い方が絶対得す、交渉ごとは。へえ、なんでですか。全員に同じ知識量がないのと、発言の承認が多い方がいいですよ。僕はもう基本的には契約のパーフェクトストーリーっていうのがあって、それに準ずってやると、はい、まあ、ほぼミスしないっていうストーリーがあるんですけど。うわ、そのストーリー知りたいんですけど、それは教えてくれないんですか。うん、まあまあまあ、もうプロでやんないから教えてあげてもいいですけどね。うわ、おお、まあまあ、知りたい、知りたい、まあ、まあ、うん、教え。これめっちゃいい秘密なんだよ。そうですよね、うん、これもだって現役選手が見てたら、あ、こうやって交渉すればいいんだって。じゃあその中の一番分かりやすいやつね。はい、じゃあ簡単にでいいですか。簡単に、はい、まずは、はい、あの、喋り出しちゃダメです。こっちから。はい、プロ野球の交渉ごとは、はい、いわば、まあ、パワーバランスがまあまあ同じぐらいですよね、うん、どちらかがお願いするっていうパターンでもないし、はい、だまあ個人事業主契約だし、はい、まあまあ五分五分、まあその選手の能力によったらこうなる時もありますよ、うん、もしくは選手がこうなる時もありますけど、ある程度活躍した選手っていうのは対等なんですね。まあまあ五分ぐらいの中で始まる時に、はい、あの、交渉ごとで先に喋り出すとパワーバランスが下がるんですよ。で、喋り出すっていうことは自分の意見を言うってことでしょ、はい、自分の意見そんな早く言っちゃダメです。向こうの聞いてから、もう全部聞いてからです。喋り出しちゃダメです。最初ね、その言葉のキャッチボールで、はい、まあ、1年間お疲れ様、なんとか今日もあれだったねみたいな、こう日常会話的なやつしますよね、はい、オフでどうなの、トレーニングしてんのみたいな、こうしますよね、はい、そういうのは喋りますけど、はい、パチンって始まったら一切喋るんです。もう全て聞きます。ずっと聞きます、最後まで。はい、って言った時に、はい、数が多いほど、はい、その意見って覆せないんですよ。証人がいるんで、はいはい、で、あ、その終わった後から一つずつ潰していきますよね、はい、いや、先ほどこう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 って言いましたけど、はい、いや、そんなこと言ってない、いや、言いましたよね、ちょっと聞きます。いや、言いましたよね、ちょっと。その証人ってことですか。はい、数が多ければ多いほど、え、いや、そんなこと言ってないですよね、どう、言ってませんよねって聞きます。で、うんってやってくると、いや、今の話をもし忘れてて聞いてないんだったら、もう僕はこの場にいてほしくないです。なぜなら僕の話も多分覚えてないって言って。はい、うわー、なんかもう論破ですね。怖い。だから僕は数いっぱいいてほしいんですよ。はいはい、証人がいるんで、はい、あと全員の同じ情報を持ってないんで、僕しか知ってない情報もあるんで、僕の情報を言って、あの、分かりますって聞きます。あ、数が多い人ほど攻めれるじゃないですか、はい、見て分かってなさそうな人に言います、うん、分かりますって言ったら答えれないんで、うん、はい、分からないんだったら、あの、あれですよね、もう一回ちょっと精査してくれないと困りますよねって、うん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 、いや、ただそのいろんな人がいればいるほど契約はしやすいって言うじゃないですか、はい、
それで何をそんな交渉するんですか。いや、それお金の上がることか待遇改善かですよね。そう、長引く人って、ま、たまにいるんですけど、うん、でも結構そのままサインする人が多いなって私の印象だったんですけど、あとまあ下交渉とかもあるんで、契約更改の前に交渉事はいっぱい、はい、ね、何回もして、何回もやってるんですか、ね、やってます、やってます、何回もやって折り合いついてやってるパターンもあるんですよ、はい、なるほど。だって保留すると、はい、チーム側もイメージ悪くなるじゃないですか、はい、うん、で選手側もイメージ悪くなったりするじゃないですか、はい、だからそれまでに公開する日がその日っていうだけで、あ、それまでに何回もやってる人います。だから折り合いついていくパターンもあるし、うんうん、もう面倒くさいから一発勝負でいく人もいるし、それはまあ人とチームによって違いますけど、はい、それもじゃあ決められるんですか、先に交渉したいですとか。うん、そうそうそうで佐藤さんはやっぱり論破をして、論破っていうか、はい、あの間違ってることを正していくだけっていう、加減と上限を決めていくんですよ、はい、自分の中ですっごい厳しい目で自分を見た時、はい、客観視した時の、はい、あの最低のノルマ、うん、で自分を超甘やかしてした場合の最上の、はい、この加減と上限を持っていっていくんですよね、はい、でここを外したの16年間のうち1回しか外したことないそう、はい、うん、え、私どっちに外したんですかね、ここの、うん、こっちなのかこっちなのか、で 上に1回だけ外したんです。うわ、めっちゃいいじゃないですかすごいですね。大体じゃあどの辺にいる、どの辺で、いや、下ちょうどの時もあるし、はい、上ちょうどの時もあるし、まあ、真ん中、それはその時々あります。そうなんですね。だって16年間やってほぼ当たるってなかなかないですよ。しかも僕その子の間あの1000万ぐらいしかないですからね、はいはい、上限と下限の間、その間にじゃ収まってくるんですね。ほぼ収まります、全部。だこれが5000万ぐらいの幅も出したらそれ当たりますよ、はい、うん、僕全部1000万ぐらいの幅で考えてるんで、はい、加減と上限、うん、でももう決まったら僕5年なんで、うんうん、自分のその想定内だったら加減でも文句言わないです。そうなんですね。あ、そうだって文句言って高が100万ぐらい上げてもらうより、はい、気分よくサインして次の年活躍してガンって上げてもらって、それでいいじゃないですか。そうですね、はい、なんかこの人文句ばっか言うって思われたくもないですね。そうそうなると足元見られて、はい、最初ちょっと下げた年俸提示されますから、うん、どうせ5年るから、あ、で5年て適切なところに上げてやって、はい、相手を上げてやって喜んでるけど、はい、最初からそうでしたよみたいな。ああ、なるほどなるほど、はい、ですんなり行く人には、まあ、そのままを提示してるわけですね。大体いや、あのちょプレッシャー与えないといけないんで、はい、あのしょうもない金額言ったらもう楽勝で保留するよっていうね、そのプレッシャーも与えながら、はい、あの駆け引きすんだよみたいなね、をその長年積んで、うんうん、こっちからもプレッシャー出していかなきゃいけないですよね。ああ、そうなんですね。あとポイントとかあるじゃないですか、1ポイントとか、はい、何ポイント制なんかこうこれファインプレーはとか、はい、これホームランはとか、うん、正直そんなもん全然どうでもいいっす。え、じゃあ正直査定ってどうなってるんですか。もうどんぶりっすよね。え、大体なんですか。大体ですよ。え、なんかなんとかがこういや、つけてますよ、つけてるみたいで、つけてるみたいですけど、はい、じゃあそのワンプレーがいくらなのっていうね、一軍のバリバリレギュラーのやつの1ポイントと、はい、2軍の選手の1ポイント一緒の1ポイント、お金一緒なのっていう、この1ポイントは。あ、そうですね、価値は違いますよね、ああ、うん、ってなった時に、でもしそれ1ポイントがじゃ仮に1万円だった場合、1万ポイントとかあったら、はい、やばいじゃないですか。すごい時代になりますね。ああ、それはもう3万ポイントとかなったらやばいじゃないですか。だから多分払い切れないと思うんです、ポイントをお金に計算すると。ああ、確かに。ポイントとかつけてますけど正直意味ないですから。査定っていうのもじゃあ言ってしまえば印象みたいなものがあるんですよね。印象、雰囲気、あとはもう打率、打点、ホームランとか、はい、出塁率とか、うん、バッターで言ったら盗塁とか、はい、もうそういう分かりやすいとこだけのどんぶりです。うわー、そうなんですね。だってもし細かかったら、はい、仮にね、うん、細かかったら1億3628万4321円とかになっておかしくないじゃん、はい、なんでそんないつも歯切れいいのっていう。あの、たまに本当に20万円、30万円推定ダウンみたいな人とかもいるじゃないですか。まあ、あれこそもうどんぶりの極みですよね。契約更改って、まあ、推定で大体公にされるじゃないですか、うんうん、まあ、めっちゃ上がった人は、まあ、活躍したから当然だな、落ちた人は、うん、まあ、去年より確かに活躍してなかったなって、本当に見る方も同じ、ね、大体これぐらい活躍したら、まあ、3000万アップぐらいかなみたいな、うん、たまに本当にサインを飲まない方っているじゃないですか。いや、それは上限のとこだけでしか見てないんですよ。もう自分を超甘やかした、うん、ハッピーな、うん、思考の人でお金を自分を自己評価した時の金額でいくから、はいはい、それより低かったら、うん、と思うわけですか。そうですね、自分も厳しく見たところをやっぱり設定しとかないとそうなっちゃうわけですね。じゃあ羽賀丸さんに、はい、じゃあ羽賀丸さんが選手だった場合ね、はい、僕はじゃあ球団担当です、はい、でじゃあ今年の年俸が、はい、じゃあ1億円だったとしましょう。お、
はい、それで3割打ってホームランも20本ぐらい打って、はい、ベストナインゴールデングラブを取りました。で契約更改行きました、はい、で僕が球団にね、はい、言います。で今年1年ご苦労さん、いやめちゃくちゃいい活躍だったね。いやありがとうございます、まあ、頑張りました。じゃあまあ来期の年俸の話だけど、はい、よしじゃあいくら欲しいんや、もう言ってみろ、もう、うん、まあ今まででも私的にはこう一番良かった成績なんですよ。タイトルも取れましたし、うんうん、年が1億だったんでやっぱり上げてもらいたいなと思ってるんですよ、はい、1億5000万円不正解はい、もうそれ言ったら終わりです。終わりですか、はい、それはもういい契約更改の中で、はい、一番言っちゃいけないもう NG ワードです。今の金額を言うこと自体が一番の NG ワードです。だって佐藤さんがいくら欲しいんやって聞いたじゃないですか。いや必ず聞きますから。聞くんですか。はい。じゃどうやって答えればいいんですか。これ罠ですからね。罠ですね、はい、これは本当の罠ですよ、はい、で活躍したら跳ね切っていくから跳ね切って言うんですよ金額、はいはい、の一番あとー、仮に球団はじゃあ1億6000万上げてもいいと思ってたとするじゃないですか。確かに予算は、はいはい、今年の活躍だったら、まあ、1億6000万ぐらいは、まあ、上げてもいいなと思った時にジョワンで貼って聞いてみたら1億5000って言ったら、おじゃあもう1億5000一発でいこうそれでって。そしたら本人的には欲しいものもらえてるから、はい、よっしゃと思うじゃないですか。あざーしてますね。球団としては1000万浮いてますからね、はい、うわー罠だー。正解はね、はい、じゃあもし佐藤今年お世話になるのかいくら欲しいんや。いや聞きますよ。佐藤今年もお疲れ様。お疲れ様でした。いやいい働きだった。いや今年結構頑張りましたよね。いやすごかった、はい、やっぱりお前がいたからここまで来れたんだよ、はい、いやありがとうございます、はい、いやじゃあ佐藤いくら欲しいんだ。うんそうっすね、まあ、100億ぐらい欲しいっすねいくらでもいいんすよね。まあ、まあ、そうだな、うん、100億ってなると、ってなると笑いが起きるじゃないですか、はい、いやそれ無理やってっつって、はい、でいくらくれるんですかって聞きます。バトン渡してるんで、はい、あっちが僕に提出するしかないんですよ、うん、で仮に僕が1億5000円欲しいと思ってたら、はい、1億4000円した時に、はい、どういう査定でそうなってるんですかって、はい、いや僕のこれは持ってるやつあるんですけど、うん、あのその成績とか知ってます、うん、聞いた上で知らないって言ったら答え見せて、はい、でこう加味されてないじゃないですか、はい、って言ってそこから交渉するよね。ああなるほど。で仮にもし1億5000円と思ってた時に、はいはい、1億6000円でどうやってたら「はい」っつって押すじゃないですか。 ありがとうございます。はい、おおラッキー俺の予想で上回ってた、はい、なるじゃないですか、はい、自分から金額言うやつ一番ダメです。絶対言ってはいけない。相手が言う前に言ってからは言っていいですよ、はい、うん、言う前に自分から言うのはもう、はい、一番やっちゃいけない行為です。うわー、皆さん見てますか選手の皆さん。はい、でもあれですよ、いくら欲しいやっちって100億円ですって言ったらお前佐々木チャンネル見たやろって言われますからねじゃあ10億にしときましょう。はい